イーグルスの先発は早川です。初回2回とゼロで終えてこの3回です。ワンアウトランナー1塁で郡司のこの辺りセンターフライで1塁ランナーの清宮はもうセカンドベース回っていました。戻りきれずにダブルプレイ。この回もゼロで終えた早川です。その裏です。先発金村が今日は立ち上がりから非常に攻撃が良くてこの回は2アウトランナー2塁1塁イーグルス初めてこのチャンスをつかんだんですけどもここは中島三振で先制ならずという3回の攻撃でした。さあ0対0でゲームは5回です。ファイターズの方は2アウトランナー2塁で2番の清宮、ノーボール2ストライク追い込まれた後のバッティングでした。これが先制のタイムリーツーベースヒット。5回の表ファイターズが1点を先に取ります。早川の方もこの5回1点を失ったんですけどもここはなんとかその1点で踏ん張ります。結局今日は早川は球数がかさんでしまいまして5回103球、1失点でこの回5回でマウンドを降りました。そして6回から継投です。2番手は渡辺翔太です。その渡辺翔太が素晴らしいピッチングを見せます。マルティネス、万波と2者連続三振。そして神谷からも三振を取ります。3者連続三振でゼロで終えました。さあ1点を追いかけますイーグルス。7回です。ワンアウトから鈴木大地がこれピッチャー強襲のヒットで出ます。その後今日ヒットを放ってます茂木でしたけどもここは金村、素晴らしいストレートでした。これで2アウトになって続く黒川はインコースの球セカンドフライでここは金村投手を攻略できず1対0ファイターズリードで8回です。マウンド上にはこの回からソンチャーホー、先頭バッター松本剛のこの当たりセンター辰巳がよく追いつきました。ビッグプレーが出ました。抜ければ長打というところ。そして9回は湯気です。その湯気がワンアウト満塁というピンチでイーグルスはこれ内外野前進守備。そして石井のこの当たりをショート村林がよく取ってホームへ。そしてキャッチャーの安田から一塁へ。大もげ普通になりましてこの回のピンチを出しました。さあそしてプロ初完投初完封をかけて金村投手9回マウンドに上がります。ワンアウトから3番の辰巳がヒット。でこの後4番の浅村も続きます。ワンアウトランナー2塁1塁5番の鈴木大志倒れて2アウトランナー3塁2塁で今日ヒットを放ってます茂木を迎えます。その茂木が見事期待に応えてレフトへ同点のタイムリーヒット。9回の裏イーグルス同点に追いつきます。さあそしてゲームは延長戦です。則本がマウンドで上がって2アウト満塁。ここで5番の万波フルカウントからでした。この当たりが右中間スタンドへ今シーズン第15号。万波選手のプロ初の満塁ホームラン。ファイターズ5対1 4点リードに変わります。そして10回の裏池田投手がマウンドに上がってイーグルスランナー1人出しましたけども最後阿部がセカンドゴロでゲームセット。延長戦までもつれたカード頭ファイターズが勝利を収めています。